私的には、あ、そっちじゃないです。アイアンしてる。どうした？大丈夫。アイアンしてる。滑らかにしてた。あ、大丈夫。大丈夫。アイアンしてた。え、大丈夫だね。アイアン。壁みたいな顔。滑りやすくしてた。口がな。あ、びくした、うん。滑りやすくしたら。口をね。わけわからん。あの円滑に。ちょっとあの怒ってます。なんでやねん。なんで怒ってんねん。オープニングからちょっともう怒ってます。なんで怒ってんねん。何があってん。遅刻してたな。いや、お前や。お前や。これは俺は。いや、お前や。びっくりです。お前やんけ。まさかでした。いやびっくりしたわ、もうそれずるすごいテクニック使ってるよ。遅刻してたら、いや、お前やんけ、遅刻じゃん。うん、じゃねえ、遅刻してたやん。アイアイすなよ、それ、わけわからん。それ怖いね、そのアイアイすんの。滑りやすくしてんね。で、どっちで意味でやな。いや、口が回るように。いや、お前やんけ、遅刻じゃん。俺は、あの、確かにちょっと遅れて、でもこれは今日の確かにちょっと遅れたってまず、お前も遅れてた。いやいや、それは俺6分ぐらいもん。嘘ついてる、もっとやんな。いやいやいや、ほんま6分ぐらい。15分。僕はちょっと今日の、今からやるやつのためにあの、まあ、わざとちょっと遅れたって言っても過言ではないです。どういうことや、何がやん。タイムリー、え、タイムリーヒット、まあ、23年ぐらいやってるのかな、経歴。そこでね、まあ、俺らもその何回か遅刻をしてると、うん、でやっぱりこの先そういうのもやっぱり、直していくためにもう直すとかもう直さのレベルじゃないやろ。遅刻癖がやっぱすごいから。いや、ほんな俺ほとんどしたことないわ、遅刻なんて。だから目立つね。だから目立つ、ね、赤いだから普段、それ言うとお前普段早く来てるよ。普段お前早く来てるから遅刻。だからこその絶対遅刻するよ、毎回。100% 5分遅刻するやん。天才やん。100% やん。時間通りに来たん一回もないやん、ほんまに。5分10分絶対遅刻するやん。それ認めよ。お前やん。いや、俺お前そうなってるけど、お前もすごい遅刻。俺は毎回ちゃんと来てるよ。いや、来てるっていうか、5分10分絶対遅刻するやん。あれ、なんあんやんしてる。それしたら、どういうことやろ。もう滑らかなったやろ。あんやん言うてるやん、最後。空気出たじゃん、臭い空気出ちゃう。それ、お前やんけ。それ、遅刻の話を持ってこれたな。えらい調子やな。お前が調子いい時は遅刻した時や。取り返そうとして。いつもよりようしゃべる。お前これが物語ってる。お前俺だって俺今日遅刻したよ。したやろ。したけども、お前の方が15分お前の方が遅刻してるわけやから。俺でもちゃんとここには来てた。俺も来てた。すごいようしゃべる。すごい円滑にしゃべる。じゃあ腹立つ。それをした、まあ過去、まあ確かに俺らは遅刻は少ないよ。めちゃくちゃ少ない。少ない。でも22年3年ぐらいの間に、まあ、数回はあると。ほんま数えるぐらい、うん、マジで数えれるぐらい。すごいよそれって。でそれをちょっと自分がした遅刻のなんかちょっとベスト3というかワースト3なのかな、それをちょっと書き出して、でこれからはせえへんぞというために。もともとせえへんけど、でもゼロじゃないわけ。ゼロじゃないよ。そうやろ。だそれをちょっとここに書き出して、まあ、3つ書いて、うん、遅刻したやつな。そうそう、したやつ、うん、なるほど。それ以外何か。いやいや、仕掛けたやつとか。ちゃんと来たやつやった。仕掛けたやつとかあるやん。おお。じゃなくて完全遅刻したやつ。遅刻したやつ。一個覚えてるけど、雷。いや、払い。何も食うてへんから、くー言うて焦ったよ。焦った。楽しかった。サプライズ。
うん、これかな。はい、いきましょう。出していい？うん、いいよ。行くで、うん、ドン。ネタ合わせと沖縄ロケ、はいはいはい、朝パラ、うん、この3つやな。ネタ合わせはあれ一番最近のやつ、最近の去年ぐらい。そう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 、あれ、まあ、あれびっくりしたやつまあネタ合わせは、単独の単独ネタ合わせで、うん、何だっけ、夕方の6時ぐらいにかな、じゃあ昼の3時ぐらいかなに待ち合わせとかして、うん、本社な。で俺それ新幹線で大阪から東京に向かって、東京でネタするんやけども、新幹線で人身事故あって、うん、珍しいやん新幹線で人身事故、うん、それで新幹線が全く動かなくて、俺6時間新幹線で閉じ込められて、それでネタ合わせ遅れた。でもこれって遅刻にならんような気がするんだよ。すごい言うけどさ、いやいや遅刻やん、めちゃくちゃ遅刻やん。それってさ、めちゃくちゃ間に合う時間に俺新幹線乗ってないけど、新幹線が止まってもたらもう身動き取られへんねん、ほんまに。でもそういう理由やったとしても遅刻は遅刻やん。遅刻は遅刻なんやけど、悪性ではないやんか。もうどうしようもないねん。も俺もその新宿の本社に6時間閉じ込められてたわけやからそれはまあ帰り際もう火が生えてたもん。そう、どんなこれも、ね、悪質じゃない分、これはもうほんまにこれ仕方ないんやけど、まあ、これだ一番最大やな時間で。時間ね、そう時間長尺。ただもう理由はもう寝坊とかじゃないし、うん、もうしょうがないよ。新幹他のさ、例えば電車やったらな、うん、最寄りの駅で降りて、他の新幹線と扉すら開かへんのよ。でも俺やったら非常のやつ開けて、とりあえず走るわどこで止まったん。岐阜や、岐阜やろ、名古屋向けて俺は岐阜からどうすんねん、むちゃってとりあえず岐阜で、しかも明日多分これ横浜やったら、うん、横浜やったら俺も考えてたけど、ほんま無理やり扉開けて車掌さんに言うて、おらせやー言うて、水止まったんだー言うて2006 走ってたよ俺、品川までやったから多分30分ぐらい走ってた言ってた。お前やけど岐阜やからどうしようもないわけよ。いやでも気持ちがね、俺は なんか座ってられたっていうお前の気持ちが俺はすごいなんか悔しいというか、次の日パンプアップしてあれ、あのリクライニングをマックス倒してた。いやいや、もうマジで俺はそれが悔しかった。これはほんまに、ほんまにそうやったら、おっしゃと、あのちょっとズームでつないでネタ合わせしようやとかとかそれ俺もし提案したら絶対やらへんやでマジで思って電話でやらへんかって俺提案したやで。いや、手やしてへんやん。したでしてへん。どうお前、アマホって言うてるからさ。アマホ言うてるから。提案をしてへんやん。お前、ただただ、まあ、ただただ遅れてて、しっかり。まあ、これがね、時間で言うと最大。でも、これ、アクシスじゃないからね。で、2位の沖縄ロケ。沖縄で石田 S さんの番組のロケがあって、空港集合やったんですよ。で、僕はもう当然頭の中で痛みを持ってるから、これ痛みに行ったら誰もいいんで、結局その時間で関空集合やって、ほんで俺もめちゃくちゃ焦って、これもうどうしたらいいのか分かんない。こんなもん飛行なんかもう若手やったしどうしようもなくて、ほんならもう伊丹空港の人に見たら、なんか沖縄行きの便があって席もあるって言って、それ急遽それ乗って行ったら、関空出発の人よりも早く沖縄に着いて俺が沖縄で待って、申し訳ございませんでしたって謝ってんけど、なんかあんまよく意味分からへんけど、俺がさっき着いてめちゃくちゃ後から来た人らに遅れてしまいましたけど、なんか時空の歪みっていうか、なんかタイムトラベラーみたいな。いこれがね、そういう虹がなんかもう、なんかふてくれされた顔してなんかもう歩いてんに、俺が遅刻してるもんやけど、でも言うけど早く着いてる沖縄に。俺が誰よりも早く着いてる。だから申し訳ございませんでした。石田さんもなんかちょっと怒ってるのか分からん、なんか気ぃつけろよみたいな。多分やけど、その遅刻史上は一番ダサいと思うね。いや俺思った、それやったら寝といてくれ。ネットチリの方がなんか芸人らしいやん。その早くついてしまう。その別お前それ多いやん、うん、なんか集合場所間違うって、あるある、カンテレで仕事やのに読売テレビ行ってたりとか
まああるわな、ドンキホーテとか。ドンキ、あ、ドンキホーテ、あ、ドンキちゃうわ、びっくりドンキ、びっくりドンキな、あれどこや、大阪ドームか、うん、大阪ドームで野球の仕事があるって当時ドームの敷地内にびっくりドンキーがあって、そこの前週びっくりドンキー前集合ですって言われて、ほんま信じる時やな、あれな、ほんますぐで集合して、うん、みんな来てるけどお前だけ来てへんかった。強いな、あ、もうさっき行ってんねや思って、さっき球場行ってもうなんか練習とかしてんのかなと思ってたほんまに。ほな後輩がバーって来て、あ、なんか今津田さんが電話かけてきたんですけど、なんか間違って道頓堀のびっくりドンキー前行ってたらしいです。びっくりしたよ。バス来るもんやもん。あんな人多いとこで、しかももうあれやろ、ユニフォーム着て行ってたの。野球のユニフォーム着て道頓堀のびっくりドンキー前でずっと一人で待ってたの。あれびっくりした。ほんであと朝パラ生放送遅刻、うん、これはもう自分の中で最大やね。そうやな、本当に申し訳ないことしたっていう、完全にその言うたら生放送を、生放送の遅刻、遅刻ね、前の日東京で、収録あって、あの工場委員会があって、うん、で忘年会もあって、あ、その行ったやろ、うん、ほんま最初の初めて出たぐらいの時じゃん、行かんかった、忘年会行った、行ったやろ、うん、ほんで忘年、新年会、新年会か忘年会か忘れたけど、うん、ほんで行って、なんかノリで俺さんまさんの前に座るみたいになって、うん、で めっちゃ飲んで、うん、で飲まされて起こして、ほんで寝て起きたらもう全然間に合わへん時間、うん、朝パラに言うたら始発乗っていかな間に合わへんっていう、うん、の朝パラやからね、その3本後ぐらい乗って、うん、で放送の、始まって20分後ぐらいかな、うん、について、まあ、出れたんやけど、これは人生で一番焦ったね、ほんまに。まあ、生放送だしな。ちゃんと怒られたし、うん、チーフみたいな、はい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 、怒っとった、怒ってはったな、えらい怒ってんな、泣いとったやん、お前泣いとった、泣きすぎてゲー吐いとったやん、ゲー吐きすぎても目二重になっとったやん。それも言う、二日酔いもかれてるから二日酔いもあるから、怒られてゲー吐いて、ないめちゃくちゃ泣いてゲー吐いて、おやつして戻ってきたら目二重になってる。リンゴさんにもちょっと言われた。いや、もちろんや、すごいあんな優しい本番中にわーって、まあそれはそれで、まあ盛り上がりやった、遅刻なんかアクシデントなわけやから、わーってなってるんで、俺がバーやって、やってへんないか、続いてのニュースはこちら、全部こっちがやった。全部こっちが処理したいなと苦しい。で CM 中は柿の外し食うてたな。びっくりしたであれ、食うてた、手伸ばした時出るけど、食うんやと思って、出るけど長い時これ一番焦った、ほんまに、ほんまリンゴさんにはほんまあかんけどなって言われて、いやそりゃそうや、さんまさんと飲みたいってさんまさんにもかけて、ちょっとほんまあかんけどなっつって、うん、優しいよな、なんてですなー言うて、言うてへんやない、もうええわ言うてるか。何やこいつ、気つけろよ。はい、なんでこれ終わりや、どんな終わり方やねん、お前全部書いたか、お前やねんか、全部書いたか、なんで俺でこう吐き出して終わんの。あとちったで、パッててなんかワンワン泣いてお前それさとりあえず落ち着いてあれすぐ行くわ、もう申し訳ございませんって、おー、行かない行かないへんって扉入った瞬間、わっあ、そうなん、よかった、ごめんな、ごめんな、ありがとう言って、でなんでありがとう言ってくれ。登録者数が100万人いきますように、よっしゃ。